なんか小室圭と眞子さんが、手つなぎデートっていう形で、報道されてましたけどね。ああ、されてましたね。仲良さそうに。一応これがね、試験不合格の後やから、取らしてんのかなっていうのもあるんでしょうけども。ただ手つないでるのは、文書の方とかでも、ニューヨークに行く前の結婚パーティーとかで、友達とかを呼んで、ずっと家の中でも手をつないでたって形で報道されてたから、手をつないでるのは本当かもわかんないですけどね。なんかその仲良くて手つないでるのか、眞子さんって複雑性 PTSD、その心身がちょっと不安定な人だから、そういう人にこう寄り添って手つないでったら安心するとかっていう人もいるじゃないですか。そういう意味でなんかつないであげてるのか、ちょっとその辺はどうなんですいや、複雑性 PTSD はないですけども、かね。あ、ない。一応ね、その不仲説とか、そういったとかもありましたけども、はい。最近の報道では、2人でゲームをしてたみたいな感じの話もあるし、ありますね。小室圭としては、ラブラを装っているというかね、眞子さんを失ったら絶対に後ろ盾を失ってしまうっていう形でね。確かに。そういう意味じゃ、小室圭の方から、手をつないでっていう形のあれなんかもわかんないですけれども。小室圭さんが一番気ぃつかなあかんのが眞子さんですもんね、結局。そうですね。うん。ただ一応映ってたのは、エコバッグとか持ってたから、はい。買い物。買い物をアピールする狙いっていう形で、はい。撮影させたのかなっていうところではありますけどね。はいはいはい。全部メイドさんがやってるっていう話だったから、自分でちゃんと買い物行ってますよっていう形のアピールをしたかったのかもわかんないですけども。ああですね。なんか海の王子さながらの夏を先取りしたサーフブランドの T シャツで、相変わらず靴はスター・ウォーズの スリッポンみたいなね、入って。どんな服装にも靴はあれなんでしょうね。確かに。よっぽどお気に入りなんですね。サーファーイメージするんだったらね、もうちょっとあるんでしょうけども。うん。マッコさんは結構お腹の感じはね、そんなに膨らんでる感じもなかったから、妊娠はどうなのかなっていう。一応感じはどっしりしてる感じはあったんですけども。ああ、まあね、もともとっちゃもともとですけどね。ですね。うん。でもアメリカはやっぱりもうノーマスクでいいぐらいな感じなんですかね。二人ともマスクもしてなくて。アメリカは結構前からね、そんな感じではありましたけども。一応お金の心配はないですからね。そういう意味では楽なのかなっていう。一応この間、美智子様がね、支援していることも、判明したし、はいはいはい。一応皇室経済法では1800万までは年間支援できてっていう形だけども、うん。ただ公共のためには使ってもいいんだけどもっていうことで、それが一般人に対してのお金を1000万ほど出したみたいな感じの話もあるし、どう考えても公共のためになってないやろっていう形ではあるんですけども。確かにね。なんか美智子様のことをね、イネイブラーなんじゃないかみたいな記事も出てて、イネイブラーっていうのが、依存症患者とかの周辺にいて、薬物とかアルコールとか、購入するお金を与えてあげて、不始末とか尻拭いをしてあげる人物というか、なんか支えることを生きがいとするというか、なんかそれが喜びになるような人を、なんかイネイブラーっていうみたいですけど、イネイブラーの人っていうのはもう自覚がないと。相手のためになってるって思ってやってあげてるんですけど、実は相手にとってただ甘やかしてるだけになってるってことに気づいてない人がほとんどだと。なかなか、そういう形で支えてるみたいな感じになってるけども、どう考えても皇室経済法の公共のためとは思えないし。確かにね。女優の三田佳子さんが典型みたいですね。息子さんがね、よう違反して捕まってって感じで、何回捕まってもね、同じような感じで甘やかしてって感じで。4回捕まっても保釈金300万とか何回も払ってあげてとか。もう典型らしいですけどね、イネイブラーの。ただ美智子様はね、その税金使いまくって引っ越しとかしまくっててね、はいはい。洋服代とかもね、やたら帽子を買いまくったりとかして、いや、高額のね。それで私的な財産の譲渡って言われても、ほぼほぼ税金やろみたいな感じではあるんでしょうけども。いや、本当そうっすよ。ただフジテレビのね、皇室担当の橋本さんが、昭島ご夫妻に関しては名古屋までは私的な移動だったみたいな感じで、はい。答えてましたからね、実際。ああ、そうですね。紀子様の弟さんですかね、会いに。弟さんの、再婚相手と、会ってたのかなってことでしょうね。マルタソシアホテルですかね。そこで、会ってたんだろうっていう形で。で、一応、栗原奈緒さんかな、週刊誌の報道によると、スイートルームっていう形で報道されてたんで、このスイートルームの部屋もね、昭島家が出してたんだろうっていうことになるんでしょうけどね。ああ、そういうことですか、代わりに。そこで販売会をするにしたって、うん。
まあ、その売り上げだけでね、スイートルームのお金とか払えるわけないしね。まあ高いですもんね。しかも何部屋も多分取ってるんでしょうしね。うん、まあ何部屋か取ってるか分かんないですけども、うん、まあ一部屋にしたって、まあそのブラジャーの売り上げとかだけでね、下着の売り上げとかだけで、はいはい、まあ払うことできないだろうし。うん、まあよっぽど売れたらまああれなんでしょうけど。よっぽど売れたらそっちの方が問題なんですよ。あ、そっちの方が問題なんですか。そうですね。だから言ったらまあ、ホテルに大多数の人間を入れたって形になりますからね。ああ、はいはいはい。まあコロナ対策どころちゃうやろってところの話になっちゃうんで。ああ、なるほど。要件売りたいんだったらそっちも問題やし。はいはいはい。売れてなかったんだったら、まあその儲けないのにどうやってスイートルーム払うねんって感じでね。うん、赤字でね。そっちもまあ矛盾するし。はいはいはい。まあちょっとどっちにしてもおかしいなってところではありますけども。確かにね。紀子様とかも使ってるんですかね、そのブラジャーとか下着を。やっぱりまあそれで大量に購入したかどうかは分かんないですけども、うん、まあこの辺についてはね、ちょっともう指摘に行ったんやったら、でもその辺徹底的にね、どの用事だったのかっていうことも解説してもらいたいし、はい、そのスイートルームに関してもちゃんと調べてほしいですけどね。確かにね、まあ、この辺を、まあ、メディアとかも徹底的にまあ、追求してもらいたいですけども、まあ、どうなのかなってとこですけども。結構その秋篠宮家のこともね、メディアも報じ出したんで、その辺の細かいとこまで追求してくれてもいいんですけど、ちょっとそこに関しては情報ないですね、名古屋に関しては。まあそうですね、まあ、一応まあ私的な用事済ましてから、まあ、ついでに参拝したってことにはなるんでしょうけども。参拝がついでって感じですね。うん、だって先に一番20日の一番最初の日に、はい、まあ、そこで私的な用事を済ませたっていう形で、まあ、用事を済ませた後に、まあ、あのついでにっていう形で行ってるわけだから。まあ、ちなみになんか また5月にもね、なんか岐阜の方に行くんかな。はい、まあ、近結になったのか、まあ、オンライン公務よりかね、実際に地方に行った方が謝礼金とかも高いんでしょうし、まあ、そういう形で行くのかなってところはあるんでしょうけども、今度はなんかね、車じゃなくて鉄道を使うみたいですね。あ今回もそうすればよかったのに。そうですね、なんか今回はなんか鉄道で行きますっていう形で、まあ、なんかその辺がね、よくわかる。一応まあその理由としたら、東京駅は密集地を避けた移動が可能な上で、うん、まあ名古屋駅のようにターミナル駅とか、まあ、そういった歓迎の人が集まりやすい駅を使わないため、はいはい、まあ、密集にはつながらないっていう形で理由を説明してるんですけども、うん、東京駅使ってないならね、予算一人やろって感じではあるんですけども。いやー、それはそうですよね。しかもゴールデンウィーク明けとかってまたね、感染も広まるでしょうし、正直。そうですね、まあその辺でね、まあ、歓迎の人が集まりやすい駅を使わないっていう形で、まあ、東京駅がいろんなことを利用するために使う人が集まるんでしょうけども、少なくとも、まあ、今回の伊勢神宮参拝とかを終えて、秋篠宮ご夫妻を歓迎する人は誰一人おらんかったっていうのが分かったんで、はい、でまあ、その東京から、まあ、岐阜の方に行っても歓迎する人がおらんから、まあその辺で密集は避けられるだろうっていう形ではあるんでしょうけどね。迷惑にならんやろうと。うん、まあ、今回の、まあ、伊勢神宮参拝で分かったと、まあ、歓迎されないってことが分かったんで、新幹線使っても大丈夫だっていう判断をしたんでしょうけども、うん、だまたなんかそのバイデンさんの来日に当ててそう行くんかなと思ったら、バイデンさんはなんか22日から24日って形で、うん、まあ、最初は、ね、なんか4月末に行く予定とか言ったんで、まあ、その辺で、まあ、4月末に予定を組んだのかなっていう形はあったんですけどね、はいはいはい、でそこからまた予定が狂ったのか、まあ、5月の22日から24日みたいな感じで発表されたんで、ま、ね、まあ、もしかしたらこの辺ね、バイデンさんの方がなんか気遣って変更してるのかなって感じではあったんですけどね。ああ、そういうことですか。もともとなんか4月の末とか言ったのに、はい、なんか4月の末に秋篠宮夫妻がなんかね、集中的に公務入れるからなんかまずいんかなって感じでまた、うん、日程変えたんかなっていう、うん、忙しそうだな言って。そうですね、はいはいはい。ただまたそれでね、5月22日から24日にまた新しく公務を入れてきたら笑っちゃいますけどね。確かに確かに。うん、まあ、一応なんか岐阜の方では植物園協会のイベントに出席して、植物園かな、まあ、そう視察っていう形で、はい、結構なんか岐阜の方では用事が結構多いみたいで、まあ、眞子さんの最後の公務とかも多治見陶磁器フェスティバルかな、まあ、そこでまあ行ったりとか、まあ、数年前も秋篠宮ご夫妻とかかな、まあ、氷山イベントとかにも行ったりとかして。あ、行ってましたね。まあ、岐阜の方には結構なんか知り合いがおるのか、まあ、また眞子さんの支援者がいてるのかちょっと分かんないですけども。そういうことですか。うん、まあ、またその辺でお願いしに行く可能性はありますけども。うーん、ただまあ小室圭の方は結局仕事ができないからっていう形で、フードデリバリーの受け取りとかそういった業務とかでね、まあ、パシリっていうかみたいなことを言われてますね、郵便物の受け取りとか、うん、まあ、そういう形でバイト的な感覚というかね、そんな感じの、まあ、仕事というか役割なんでしょうけど、ね、誰でもできますからね別に。うん、なんか仕事のルーティンがね、コピーとか郵便物の受け取りみたいな感じで報道されて
まあ普通はね、こういうのは恥ずかしいんですけどね。いやなんかそれ開き直ってるのかどうか。うん、まあ一応まあ設定では 92% が合格する司法試験2回落ちて、はい、まあ普通はね、惨めたとかそういう形で落ちるんですけども、うん、まあファイル整理すら まあ頼めないからって形で、まあコピーとか雑用だけまあ頼むって形で、はいはいはい。全学年で一番優秀だったはずの設定が。本当はね。まあどういうことなんやって感じで、うん、まあ普通はね、恥ずかしくて会社にいられないんですけども、まあ開き直ってるんですかね。まあね、周りの目も気になるでしょうしね、本来なら。うん、でまあ一応なんか10時ぐらい出勤っていう形で、週3日ぐらいしか行ってないみたいですね。そうですね、うん、まあその昼飯と夕飯の当番やから、まあ朝はいらんっていう形でまあ10時出勤でいいんだろうって形ではあるんでしょうけども、はいはい、ただまあなんか、ね、イヤホンとかつけて音楽ずっと聴いてるのか、まあそんな感じなんでね。あれね、うん、でもなんかたまに笑ったり微笑んだりしてるみたいなんで、はいはい、誰かと喋ってってるのかもしれないですねみたいな話もありますけど。ああ、なるほどね。ずっと音楽を聴いてる人そんな仕事の仕方あります？うん、どうなんでしょうね。まあこんな雑用するためにね、日本政府が仕事を与えてるのかどうかね、まあ、ここの会社に対してと分からないですけども、はいはいはい。ただまあ年収600万もありえないですけどね、普通、まあ、週3日とかやったら。だからもしかするともうすでに正規職員としてはクビになってる可能性ありますけどね。でクビになって、まあ、バイトとして雇ってるのかなっていうところではあるかもわからないですけどね。バイトで600万もらえたらいいですけどね。でもだからまあ600万が嘘で、はい、まあ、100万とかそんなレベルじゃないですかね。100はそういうことですか。そうですね、うん、予想よりはるかに低い可能性があると。まあそのお金自体は政府が出してくれるから全く問題ないんで。まあね、まあしかもね、その毎日勤務とかしたくないじゃないですか。そんなせっかく、まあ、マークさんと結婚してね。まあそうですね、まあ、仕事をしたくないから結婚したって形でね、あるんでしょうけども。はいはいはい。まあ、ほんまはずっとゲームとかしときたいんでしょうけども、うん、まあ、一応まあ週3日だけ働いておこうかみたいな感じで。よくそれででもね、弁護士目指して3回目の司法試験も受けるって宣言しました。まあ目指してないでしょうけどね。目指してなくて、まあ、目指してるふりだけはしとかなあかんなっていう形ではあるんでしょうけども。時間稼ぎみたいな。そうね、まあ、だからそんなんやったらね、別にロースクール必要もなかったんでしょうけども。確かに。ただまあ5月にはビザが切れるんちゃうかっていう形で、まあ、一時帰国する可能性っていうのも結構濃厚になってきて、うん、まあ、サンドラとしたら、まあ、4月15日に不合格を知って、はい、まあ、そこでもし解雇をしてたら、まあ、アメリカの方は2週間後には解雇を自動的になって成立するっていう形なんで、まあ、4月末にまあ解雇になってる可能性が高いかなってところなんですけども、まあ、この辺をどうするかっていう形なんですけども、はいはいはい、一応まあその小室圭のプロフィールも確認したらアクセス制限されてて、まあ、見れなかったんで、最近まで見れとったから、そう考えるとまあ、解雇したから見れないのかなっていう。ああ、そういうことですか。まあ、可能性もあるしね、はいはいはい、一応まあそのニューヨークのマンションとかも5月に退去するって部屋がいくつかあるんで、うん、まあ、その辺で、まあ、小室圭とかの部屋とかも含まれてるんちゃうかってことですね。まあ、名前があったら変な問い合わせとか迷惑みたいなこともあったりするから消してるっていう可能性もあるし、まあ、どうなんでしょうね。まあ、なんかその2017年のなんかジャーナリストのエモリーさんっていう人に秋篠宮さんがインタビュー受けた時に、小室圭のことについてパラリーガルのままでもいいですよみたいな、あのインタビューのコメントもあったみたいで、はいはい、まあ、もしかしたらこうパラリーガルずっと行ってもいいよって思ってるかもしれないですね、秋篠宮様も。そうですね、まあ、一応なんか他には、ね、なんかその日本に帰ってきた方が、まあ、マークさんが日本に帰ってきた方が被災者にとっても心強いに近いみたいな感じのこともまあ書かれてましたけども、お姉ちゃんおった方がいいね。まあ、改めてなんか TBS のウェブニュースとかでも、まあ、久しぶりの佳作入選の作文が北九州の方でね、まあ、修正されてホームページにも掲載みたいな感じで、はいはい、まあ、ニュースになってましたけども、うん、ほとんどが引用されたというか、まあ、その盗作の作文 で、 そうです、ね、もう全然自分の感想というかそういうのが全くないような作文だったんでね、まあ、しかもなんか著作権侵害みたいな感じで、まあ、3つの W みたいなそういった文言とかもあったりとかして、ほとんどパクリでしたもんね、あれも。ただまあ佳作の入選がなかったらこの定型婚進学制度の、まあ、書類審査のアピールポイントが一つなくなっちゃうんで、はい、まあ、取り消しになっちゃうんちゃうかみたいな感じの、まあ、疑惑も出るというかね、はいはいはい、うん、まあ、裏口っていう形の批判材料にもなっちゃうんで、うん、まあ、その辺で、まあ、取り消さないっていう形の判断したんでしょうけども、まあ、この辺の二択をね毎回間違えちゃうというかね、
まあそもそも主催者もこういう対応っていうのはありえないんですけども、普通ね世間からの批判も顧みず受け入れてますからねこれ、まあ、普通はねその主催が社側としても取り消しにしないといけないし、うん、まあ主催者様としても辞退しないといけないし、はい、まあ、両方も選択を間違えてるというか、まあ、この辺の対応がねちょっとまあめちゃくちゃっていう形ではあるんだし、まあ後からね訂正認めないっていう形で言ってたのに、まあルールを変えちゃったっていう形で、まあ久石様的にもねもう15歳になって、まあ、自分がどれだけ情けないルール違反をしてるのかっていうのも分かると思うんだけどもまあなんかそもそもねなんかその帝王学とかそういう以前の問題というか、まあ、人間性に関わることなんでね。いやそうですよ。でこれ入ったら入ったでね、もう警備が異常で、そうですね、同級生も声をかけれないぐらいなんか周りにも私服の警官がいたりとか、そうですね、限界態勢みたいな、これ友達もできないんじゃないかなっていうね高校生活。うん、まあなんかアクシマご夫妻とかはね、なんかあの地球環境大賞受賞式かなんかにまあ出席みたいな感じでまあ報道されてましたけども、まあその地球環境の前にまずお前のところの家庭環境どうにかせよって感じのまあ話にはなってくるんでしょうけどね。そうね、もう夫婦の仲も悪いって言われてますし、うん、まあ、久石様の海外からねもうイカ様天皇みたいな感じで、まあ、日本ぐらいですからね引用とか、まあ、修正とかそういう形の表現とかでね。そうですよ、もう海外とかではもうちゃんともう盗作っていう形の扱いで報道されててっていう形で、はいはいはい、まあ、結構ヨーロッパの方はそういうの結構厳しいですからね。あ、厳しいですね。しかもなんかあのインタビューの時とかその入学式だ卒業式だとか、はいはい、いつももうマスクをしてるじゃないですか、はいはい、別にマスクでしてんでもなんかいいかなっていうような状況でも、まあ距離離れてるしね、ずっとマスクしてるのもなんか、先日あの芸人の江原正宏さんが、はいはい、韓国の俳優のパクセジンさんの画像をインスタグラムにアップして、はいはい、いやこれ俺に似すぎやろみたいな感じでアップしてるんですよ、はいはい、でほんまにもうそっくりっていうか本人やんっていう感じで似てて、加工なしでここまで似てるんやなみたいなコメントとかも、ま、皆さん多くて、はいはい、やっぱり世の中でそれぐらい自分にそっくりな人っておるから、もしね久様とかも別人をなんか差し替えててもマスクしてたらほとんど誰も気づかへんっていう説もあって、はいはい、本人じゃないんじゃないかみたいな説もありますからね。そうですね、そんな探してきてね、そっくりさんみたいな、北朝鮮とかそんなんしてるっていう話もありますもんね。キム・ジョンさんかな、キム・ジョンさんなんか 7,8 年ぐらいおるみたいな感じの、ね、話いや言われて、明らかになんか若が入ってるしね。はい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 、うん、確かに確かにそういうのやってきてるんじゃないかとか言われてますから、ね、そうですね。まあ、ただまあ今後ね学校生活がまあどうなっていくのかっていうことも報道されていくのかなっていうところではあるんでしょうけども、どんな展開を迎えていくのかね、皆さんの予想とかも聞かせてもらえると嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。